朝霞市、志木市、和光市、新座市の皆さん、少しだけ時間をください。国民民主党の浅野克彦です。今私たちが政治に求めているもの、それは安心できる未来です。安心できる未来があるからこそ、結婚も子育てもできる、仕事も頑張れる、企業もお金が使えるんです。公約は安心できる未来を実現するためにあります。今多くの支持が集まっている私の政策を紹介します。限られた時間ですから3つだけ。1つ目、超積極財政による日本経済の復活。トータル150兆円の経済対策で、20年以上低迷している実質賃金を上昇させ、安心できる未来を実現。まずはコロナ禍で影響を受けた人々、事業者を救済するために、消費税の減税、現金給付、減収保証などに50兆円をつぎ込みます。さらにカーボンニュートラル、人工知能、宇宙開発など先進的な産業に積極的に投資を行い、日本経済を復活させ、安心できる未来を作ります。2つ目、教育にかかるお金をゼロにします。平均300万円の奨学金という名の借金を背負い、新社会人となる人が約半数、新婚夫婦が600万円の借金を抱え、新生活をスタートすることだってありえます。これでは安心して結婚、子育てはできません。これを改善するため、授業料の減額免除、返済不要の給付型奨学金の拡充を行います。また現に今苦しんでいる卒業生の奨学金債務も減額免除し、安心できる未来を作ります。さらに子育て世代の負担を軽減するため、義務教育を3歳からにして、高校までの教育費をゼロにし、子育て家庭の安心できる未来を実現します。将来的には大学院も無償化して、若者たちの安心できる未来を守ります。3つ目、想定外を言い訳にしない安全保障。安全なくして安心なし、安心なくして幸せなし。国家は国民の命と暮らしを守らなければなりません。自国防衛はもちろんのこと、自然災害、感染症、気候変動、環境の変化にも備えなければなりません。全省庁を横断して、想定外を言い訳にしない厳しい姿勢で挑み、安心できる未来を約束します。またその中でも、目に見えぬ侵略と言われる影響工作に対処するため、急ぎ法整備を進めます。これまで述べた政策を実行することで、安心できる未来を作り、日本を世界のお手本となる国にします。世界のどこも経験したことのない少子高齢化社会を乗り越え、そこに安心できる未来があれば、国民は誰に強制されることもなく、日本を誇りに思うでしょう。時代に合わせて社会システムを適正化、つまりサイジングを行い、世界のお手本となる安心できる未来を持つ国に変えていく。あなたの安心できる未来を浅野克彦が実現します。